ステージになって以来のですね、大きなステージということで、とても緊張しております。
なんか言ってるかな。本当に緊張した。あ、緊張してます。でね、さっき紹介にもありましたけど、メンバーがですね、1名ちょっと前回と違うですね。僕らは1993年に結成したんですよ。あ、すみません、僕ら初めての方いらっしゃると思うんですよ。ほとんど喋りますので、曲はですね、合間にちょこっとやる程度なので、どんどん飲んでいただいて、飲んでいただいてですね、まあ、ゲーツも儲かって、ライブハウスもね、まあ、きついですけど、よろしく。で、93年にですね、結成したんです。なので、今年で28年目なんですね。で、結成当初4人いたんですから、ドラマーのですね、平川幸義っていう人ですね、リーダーだったんですけど、彼がですね、3年前ですね、惜しくも亡くしてしまった。その平川氏の、最後のステージが、このゲイツだったんですね。それで、その時はね、入院先から駆けつけてくれてね、そうですね、演奏してくれたんでしょ。で、その後ですね、懸命に、ね、治療をして、頑張ったんですけど、3年前ですね、惜しくも亡くなってしまってですね、本当に気象地にしてですね、もうバンドももうこれまでだということでね、もうやめようかということになって、まあ、せめて追悼ライブを一回やって、でも華々しく、ね、終わっていこうと思ってて、ドラマはですね、僕の旧知の石田邦明氏にさ、お願いして、芸術家に集まってもらったんですね。で、追悼ライブを2年前の10月に、ある場所にしまして、で、その時は意外と評判が良かったもんですからですね、これ続けようかということになって、評判が良かったってみんな身内ばっかりで、そうそう、身内ばっかりだったんですけど、お客さんがですね、良かったよとか言ってくれてね、まあ、慰めもあったんでしょうけどね、素人バンドのね、朝バージョン、もうすぐ調子に乗るじゃないですか。で、もうやろうかってことになってね、で、石田さんに、やらんねんですけど、あ、いいっすよ。言っていただいたんですね。ほんで続けることになってしまったんですね。で、家族は嫌な顔してましたけどね、また行かないかんとみたいな顔してましたけど、それで去年のね、4月にここでやるかなというところがかかって、久しぶりに行って張り切ってたところ、コロナでこうなってしまったんですね。今日本当にコロナ禍の中ですね、来ていただいて、本当にありがとうございます。で、このイベントをですね、開催するにあたって、川戸さんですね、後で出てくると思いますが、本当に大変なご尽力されてですね、もう本当に演者一同、もう感謝の仕様、ないぐらいの感謝しています。なので、せっかくの、ね、機会ですので、盛り上がってですね、手拍子とかですね、あんまりわーっと声とか出さん方がいいでしょ。ね、あんま出してたんです。出してたんです。出したくても出してたんですね、言われても出さんってなってね。まあそういったことで、久しぶりのステージで、頑張ってやっていきますので、最後まで、よろしくお願いします。曲の時はですね、いろいろしてもらってて構いませんので、喋る時だけ聴いてもらってくださいですね、本当に満足ですかね。曲の時はですね、スマホいじったりとかですね、いろいろ酒を飲んだりとか、食べたりとかですね、いろいろやることがあると思いますので、喋りに行くので聞いてください。では、次の曲どうされたんですね。2曲分ぐらいしたか。2曲分ぐらいしたか。今日は50分持ち時間あるんですよ。50分ですか。で、僕らいつも8曲ぐらいしかしないんですけど、今日は9曲プラス1曲用意してますので、9曲プラス1曲、大体分かるでしょ、どういう意味かですね。よろしくお願いしますよ。最後の方ですね。ということで、結構続けてやっていきたいと思います。それでは、結成当初からやっているので、ノーヤマンです。He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, breaking all his nowhere plans from nowhere.I'm not going to be, never stop, never stop.
ジョンがですね、今アコースティックギター、はい、そうですね、出ました。今度はちょっとそれぞれ変えますね。はい、変えます。ソリッドギターにですね、これは何やったかな、ビッケンバッカーのなんかショートモデルとかいうやつですかね。今日はたくさん入っていただいてありがとうございます。もう本当に嬉しいです。 4,5 年前に出た時となんか変わらない ね。 そうですね。あの時の方がなんかちょうどその日にあのミスリカンミスリカなんだね、はい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 、コンサートだったね。はい、桜井くんがなんかぶつけてくるんじゃないかなと思って、はい、そういう感じで行きましたね。もう今日は何も待ってないんでしょうね。はい、久しぶりのデュエットセブンでですね、嬉しい限りです。はい、そのしゃべりしゃべりだったら大丈夫大丈夫、はい、いい、はい、いいでしょう、どうぞどうぞ、はい、いろいろしゃべりたいです。はい、ですね、1曲目はあの UB リアリーガッタホールのミーですね。そして2曲目が今日の誓い Things We Said To Do ですね。ちょっとあのね、通語のミーかな、それっぽい曲をやっている。次はですね、もう皆さんご存知のオールマイラビングになります。知ってるでしょ、私ってますよね。僕らあの親不孝通りのところにあるギンディというライブハウスですね、14、15年ありましたね。毎週毎週、あ、毎週毎週じゃないか、月に2回ですね、やってたんですね、ノーギャラで、もちろんね。で、その時大体リクエストとかで、とても多かったですね、このオールマイラビングね、スタンダードになってますけど、ポールがですね、いよいよ、うちのポールが。今日ポールはですね、うちのバンドで一番集客力があるんですよ。今向こうの辺で笑ってたでしょ、あれが大型一族なんですよ。あの一角全部大型一族あの女の子が4人もいてですね、4人もとか違うね、4人いてですね、その女の子たちがたくさんね、ポールの名前という変やけど孫をつなぐ受けまして、なんと孫が今11人、今日全員呼んでますからね。それであんたとか言ってたからね。もう70でしょ。いやいや、本当ですね、70ですよ。僕ら結成した時はもう30代2人と40代が2人だったから、もう北先生もね、あ、先生とか言ってた、北さんもね、僕の一挙目やから、おじいちゃんって言おうよ、ほら。コラに稀なるちゃんと聞いとってんね。紫のちゃんちゃんと一応、僕と北さんはまだ赤ですけど、赤が終わってるんですね。あとまだでしょ、まだひよこやね。いうのね、あそこら辺たくさんですね、皆さん、ね、じいちゃん歌うけんね。歌ってよ、もうすぐ見られるのかなかもしれないけどね。動くじいちゃんを見てもらいましょう。それでは、オールマイラビング。Close your eyes.I'll pretend that I'm still. I'll pretend that I'm still.
ございました。どうでしたか、じいちゃんの歌、ね、ああもうあるね、よかったね。いつもあったね、じっとくんね、ここだけね。今日ほとんど全員さんからね、よかった。ということで、こんな感じになりました。で、あのビートルズと同じようにですね、僕らもあの、ボーカルですね、あの一応僕はジョン・ジョーンでしょ、今歌ったのボーカルでしょ、もう説明することもないですけど、別にジョージでしょ、どうですかそれ。で、リンゴなんですよ。で、歌うんですね、みんな歌うんですよ、はい、で、次はジョージが歌うんですね。で、彼はあのうちでは最年少なんですけど、最重量なんですね。もうあのユニフォームもね、これもあの24、5年前に作ったんですけど、はい、もうヨレヨレですよね。ヨレヨレですよ。ズボンのね、ズボンスタイルは出す出すね、出す、これ以上出せんちぐらい出せ出してですね、腹の上にちょうど乗っかってね、ギターのちょうどいいですね。僕らあのギター持ってなくてね、あのウィンディー曲をよう言われるとね、あのロスプリモスさんですか、あ、言われましたね。鶴岡正義さんですかね、言われて、幅田芳雄とかも言われましたね。古くですね。で、もうこのユニフォームもね、あの今日みんなで来てから笑い合ったんですけど、まあしゃがめないんですね。しゃがんだら大変なことになるんだ、なるんですよ。あのお尻の方がですね。でこの辺とかですね、あのね、裏地もハゲてしまって、幸せに来ますね。この犬屋さんがお手上げするので左ですね、ソースボリー、ソースボリーなんですね、高級和服スーツってね、呼んでいいぐらいなんか呼べるようになってますから、今からジョージに歌います。我々ジャンジャンというバンド名は、ジョージの長男ですね、ミサ1歳、1歳ちょっとぐらい、ジャンジャン、お父さんジャンジャン、ジャンジャンっていうところから、ジャンジャン、ありがとうございます。で、その、もう今1歳、父親です。ね、すごいですよ。大きじゃないんですよ。で、もう、もう、大体見捨てられたんですよ。ということで、ジョージ・ハリスの歌、これもフォーカスのわけですけど、チーンズ。よろしくお願いします。アムに帰りました。
ました。チェンジオブでました。換気の時間になりましたので、よろしくお願いします。はい、そうです。もう、我々のステージも中盤に差し掛かって、ね、半分過ぎたということですね。はい、今からですね、ちょっとおしゃべりをします。ずっとしてますけどね。換気の時間をね、間にちょっと取ろうと。どの番組もですね、合間に MC5 分ぐらい取ってくださいって言われてました。僕らずっと喋ってるので、どこで取ってくれるかなって言ってください。ですね、今からボーカルを取るのが、新生リンゴスター、はい、ね、石田さんが歌います。僕とですね、若い頃ね、20代の頃、職場が一緒で、その頃ね、バンドを作ってましたね。一緒にやってましたね。ペパーランドですね。そうです。今言ってくれましたけど、ペパーランドというんですね。これビートルズが好きな人は大体分かると思いますが、イエローサブマリーンというね、ビートルズを代表したアニメの映画の中で、ペパーランドというですね、愛と希望と音楽の満ち溢れたなんか理想郷みたいなのが出てくるんですね。そのペパーランドというのをバンド名にしてですね、短命でしたね。ライブ2、3回しか1年もないと。いや見てですね、やってたんです。甲斐バンドの甲斐よしひろさんですね。あの人が福岡にまだアマチュアでいるところに、甲斐バンドの前に作ってたバンドの名前がペパーランドだったっていうことから聞きつけて、これいいわいということでパクってですね、つけたんですね。甲斐よしひろさんとビートルズがあんまりなんか、イメージ的にないんですけど、ペパーランドというバンドを作ってたんですね。で、2、3年前ちょっと復活しましたね、またね。ちょっと聞いてますかね。ちょっとやりました。ちょっとやりましたね。なんかね、で、またシチュエーションベースにしてますけど、でその頃からの付き合いでですね、彼はもう知る人ぞ知るですね、ドラマーで、もともと専門はベンチャーズなんです。はい、で、いろんなベンチャーズバンドでですね、もう九州のベンチャーズバンド知らない人はいないと思いますけど、志田先生じゃない、志田さんのことですね。知らない人は知らない、知らない、知らない人は知らないからね、うん、それぐらい有名なドラマだったんですね。それをなんかこうじゃんじゃん引き抜いたっていうか、ね、お手伝ってもらって、多分前からじゃんじゃん聞いてる人は違和感がね、あんまりないっていうふうに思っていただいて、なぁと思います。その、石田さんがですね、今からボーカルだと思いますが、いやだってですね、歌いたくないですね。だってさ、じゃんにつけしてって言われていいよって言ったものの、歌があったいと思うんですね。私はベンチャーズしか知らない。昔歌ってた甲斐の言うことは歌ってたんです。歌ですよ、すみません。耳やっぱね、ビートルズするならリンゴも歌ってほしい。スティーブさんね、なんかこう、なんかもう、外せんなっていうかね、次の曲はドリンクタイムチョコです。ドリンクタイム、ここが一番の今日のメイン、ちょっと焦ってできたのに、ちょっと思うんですよ。そう、あんまりですね、リンゴさん、ちょっと激しめのナンバーでね、やろうと思います。5分経ったかいな。お、立ってますよね。相当喋ったよね。いいですか。じゃあ、よろしくお願いします。それでは皆さん、アイオナビアマンというですね、激しいものをお送りしたいと思います。温かい目で、よろしく。いや、寝とってください。いきますよ。はい。OK, リンゴ。アイオナビアマン。I'm not afraid.
はい、よかったですよね。はい、ありがとうございます。それでは、まあ、自信つけて、自分の参議院の方と歌います。難しいので、ちょっと、ね、はい、ということで、我々のステージに、ね、もうそろそろ佳境に入ってきました。今、何曲やった？6曲やりましたね。あと3曲、プラス9曲で終わりますからね。もうちょっと我慢してくださいね。で、最後ですね、ちょっとあの僕らの好きなナンバーと激しいナンバーを2曲やって、一旦終わろうと思いますけど、この曲もね、あのとてもあの結成当時から好きな曲でね、本当はあの12弦ギターがあるじゃないですか、あの赤いやつね、ジョージ・ハリスのものとね、リケンバッカーのサンバーだっけ、それでやると本当に感じがいいんですけど、でジョージはあの持ってるんですね、それね。でも持ってこないんですよ、めんどくさいところですね。あの 僕はあの一応ね、ちゃんとしたね、かなと思ってメダル持ってきてる、この人いつも石田しか持ってこなくて、赤いやつで12弦はもう扱いがしやすいとかですね、弦が細すぎても怖いとかですね、チューニングが難しいとか、昨日練習終わった後売ろうかなとかひどいでしょ、ね、持ってこいっちゅうの、ね、今度持ってきてくださいね、はい、ということで、その12弦を使った、素敵な曲 You Can Do That というですね、 You Can Do That という曲があります。それをやってみたいと思います。残り1個私が食べますか、はい。集まったりですね、あのさっきあの仲がいいですねとか言われたんですけどね、仲良くないんですよ実はですね、練習でしか会わないんです、練習でしか、っていうかね、
そのバンドだけのつながりなんですよ。他何にもつながりない。それ言うかない、ね。まあ一応あの職場とかを通じてみんな知り合った人たちなんですけどね。あのそこだけでやってますので、あの何の利害関係もなければね、何の情もないですね。そういうことで。でも最近はですね、みんな年取ってきたからですね、大体お互いをいたわるね、になってきて、練習とかで集まってもほとんど病気の話しか、しないんですね。どこの病院が行かないとかですね、そういう情報交換はちゃんとしてですね、女子のうちに地下にスタジオがあって、そこで練習をしてるんですけども、地下のスタジオになかなか降りようとしないんですね。上でずっと話ばっかりしてですね、ああっつって。さあ終わろうか、ああ練習してなかったみたいなですね感じで、やってます、なので、みんな、何らかのですね、病を抱えながらですね、バンドを続けているわけです、なのでこの激しい曲はですね、ワンステージにたくさんできないんですよ、はい、そんなこそということじゃないですけどですね何も自慢にもないわけですだから2曲以上もしないって決めてます。次の日が大変ですからね、いっぱいやってるんですね。この間追悼コンサートの時ね、2ステージで20曲やったらね、寝込んだもんね。ずっとね疲れましたちょっとやばいってね思いますよね。なので今日は、今日も2曲激しいバンドをやろうと思います。それでは子供たち退屈してないかな。おじいちゃんの今からシャウトするからね。ねそれでは、手拍子よろしくお願いします。アイスオーファースタンド。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
ろん拍手が大きかったような気がします。だいぶね、孫を手なずけてますよね。大変みたいですよ、12以上見たらね、うん、ランドセルだからね。そういくら使ってますか。全部同じもんこじゃらないかみたいな、ね、喧嘩せえのとですね。よかったでしょ。僕らもね、見習わないからね、あのおばさんの話をよく聞いてね、はい、やりますね。あー、そうですね、はい、それ楽屋でしょうね、そんな話ね。はい、ということで、一応ですね、今の10分前ですと、あー、よかった、もうちょうどよかったばい。俺の計算通りや、ね、あと1曲、とりあえずね、あと1曲で、終わりますので、10分前ですからね、1曲 2分ちょっとですからね。大丈夫ですね。ということで、ラストナンバー、僕ら MC が長くなったのは、インターバル取ってるだけなんですよ。ね、曲1曲したら2人出て、はぁ、NG 言うけどね。もう息は整いましたか。大丈夫です。はい、私シャクラムとなってくださいね。はい、それでは、とりあえずラストナンバー。シーラムズユーズの配信番組です。よろしくお願いします。第3水曜日ぴったりやん、月に1回、今月だけ。じゃんじゃん、新生じゃんじゃんですね、新しいドラマを迎えてですね、
これからもですね、あのマイペースで続けていきたいなと思っていますので、またあのここまでですね、こういうふうに言いますから、ハンドルの後ろのやつやね、声をかけてもらったら嬉しいなと思います。平川さんがね、亡くなったのは残念なんですけど、彼は死ぬまでジャンジャンであり続けて、バンドを、ね、現役で、なんて言いますか、できれば僕たちも、彼を見習って、そんな風にずっと続けていければいいなというふうに思っています。今日は、はい、まあ、最後に言うことも、たまに英語で言うことなんて、平川さんのところは、遺族の方もプラトンやんとかそれは読み解かない顔面もんまあ、ありがとうございます、はい、それでは、思いがけず番組が来てちょっと、ドキドキしてますけども曲用意しなかったかな、ラストナンバーやりますかね、はい、しょうがないもうあのこれにふさわしいアルビバックというねナンバーがあります、帰るというですね、まあ、ステージに帰ってきたこともあるしちゃんとね、もう別れということもあるし、いいね、考えた。いやいや、もう適当に言うだけだけどね。ということで、ちょっとマニアックなナンバーですが、I'll be back というナンバーで別れます。ジャンジャンでした。どうもありがとうございました。